どうも皆さん、こんにちは。ネクストです。今回の動画はお知らせの動画になるんですけれども、最近動画投稿の本数、投稿頻度、かなりさまよってまして、毎日投稿した方が YouTube というものは伸びると、言われております。もちろんそうだと思います。やってみました。毎日とまではいきませんでしたが、まあ2日に1本、最低でも上げるようなことを、密かに、まあ、あんま続かなかったんですけど、やってました。結果、動画の質がとても下がりました。僕ただでさえ、まあ、活動に当てられる時間っていうものは限られている中で、どうしても投稿頻度を上げてたくさん動画を作ろうと思うと、なかなか質のいい、面白い、楽しい動画っていうのが、満足いくものが作れずにですね、たくさん上げていました。それでもまあ毎日投稿することに意味があるだろうというところで、重きを置いてやっていたんですけれども、やっぱりですね、質の低い動画が、上がってると、まあなんだろう、こいつあんま面白くねえなっていうふうに、思われてしまうんじゃないかと、心配で夜も夜しか寝れなかったんですけど、いうふうに思うようになりまして、まあ、何が言いたいかというと、投稿頻度、これに関しては、まあ、まだ模索中ではあるんですけど、まあ、無理しない。無理すると、おもろくなくても上げてしまうので、あんまり無理しない程度で、自分の納得いく動画を作る。まあ、編集時間で言うと、大体、まあ、僕が納得いくまで編集して、で、たくさんコメントももらえて、高評価ももらえる動画って、意外と、まあ最低でも8時間。長ければ、まあ15、6時間ぐらい、編集に時間を割いてるんですけど、まあ一遍2日に分けてとかで、割いてるんですけど、やっぱりそんぐらい、僕って、こだわらないと、まあ面白い動画作れねえなってことに最近気づけたので、ようやく。なので、今後の動画、今後のこの YouTube チャンネルは、投稿頻度、まあ3日に1回、4日に1回、最悪まあ1週間に1回とかになっちゃうかなと思うんですけど、それでもまあ楽しみに待っていてくれたら嬉しいなっていうことです。なので、チャンネル登録してくれてる、いつも見てくれてるみんなをがっかりさせないような動画を目指して、しっかりこだわって面白い動画を作ることに尽力してまいりますので、これからも皆さんぜひ応援よろしくお願いします。あ、で、生放送なんですけど、生放送に関しては、まあ、今はちょっと時間の都合上、どうしても定期配信、まあ、何日の何時に配信とか、あとは事前にお知らせして配信するとかっていうことがなかなか難しいので、完全に不定期でやってるんですけど、 YouTube の方でも引き続き、不定期で突然始まる生配信があると思うんですけど、Twitch でも最近ちょっと配信をやってまして、そっちの方ではかなりまったり、緩い配信になってるんですけど、 Apex 以外の別ゲームだったりとかっていうのもたまに配信してるので、よかったら概要欄に URL 貼っておくので、そちらから飛んでみていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、チェックお願いします。で、 Twitter、Instagram、TikTok、各種 SNS の方、まあ、フォローしてくれたら嬉しいです。 TikTok もうすぐ3万人になるのでね、フォロワーがぜひぜひということで、今日の動画はまとめると、投稿頻度下がるけど、みんなをがっかりさせない面白い動画を作ることを頑張りますよっていうこと、あとは、各種 SNS フォローぜひよろしくお願いしますという、2つかなですね。ではまた次の動画で、バイバイ。